1打席目じゃなくて3打席目ぐらいで打ってほしいですね。ここで打っちゃうとなんか冷めちゃいそうな気がしてね。3球目打ちました。センターに抜けていった。石井拓郎見事に2000本安打を達成しました。プロ野球史上34人目の2000